金棒をバットのように使って勢いよく打ち放っている。リボンが虹になっていたり、エプロンドレスの生地が水面っぽい柄になっている。素敵。調理の深掘り、竹チョリの深掘り、重心化会、せーの深掘り。この企画は重心化会したキャラクターのストーリーやデザインを竹チョリと一緒に深掘りしちゃいましょうのコーナーとなっております。ということで今回で4回目です。皆さんいつもねコメントありがとうございます。毎回ね読ませていただいております。ためになってるかな、なってるよね。それでは早速行ってみよう。まずは茨城童子重心化会、調理の深掘り。元気でおてんばな鬼の少女、生命に懲らしめられて以後彼に懐いている。鬼らしい怪力の持ち主で、なおかつ雷を操る強力な鬼。激しい雷太鼓のビートに合わせて号雷を轟かせ、周囲を怪人に変えさせる攻撃を行う。重心化会の設定は、生命による厳しい特訓を乗り越えた結果、鬼でありながら陰陽術を使えるようになっています。持ち前の雷パワーと陰陽術を組み合わせた技で強大な悪霊を払い清める。はあ、こちらのイラストはドーマン王子の怨霊と戦っているシーン。雷太鼓でチャージした雷パワーを呪符にまとわせ、雷霊玉を作り出した茨城童子。その雷霊玉をドーマン王子に食らわせるべく、金棒をバットのように使って勢いよく打ち放っている。かっきー、雷霊玉。生命に特訓してもらい使えるようになった陰陽術と雷能力を組み合わせた技。呪符がコアになった雷のボールを金棒で力強く対象に向かって打ち込むことで、どんな強力な悪霊も一瞬で払い清める。陰陽術を使えるようになり、ヘアアクセサリーにお札がついています。個性的。続いてラファエル重心化会、癒しを司る天使。病や災いに苦しむ人々に癒しの加護を与え、汚れた大地を浄化したり、傷ついた神々を癒したりする水の魔法が使えます。こちらのイラストは地上で癒し魔法を展開しているシーン。ベトサダの水亀から溢れ出る水を手ですくって撒くことで癒し魔法を発動しています。悪魔の病によって苦しんでいた地上のみんなを助けてあげたい。ラファエルの思いを乗せた水が広大な美しい癒しの空間を作り出し、人々を心身ともに癒すのでした。キラ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 。ベトサダの水亀、地上の人々を助けたいと願うラファエルに呼応した池の精が、地上でも池の水の力を使えるようにと水亀へと姿を変えたもの。この水亀から湧き出る水を使い、地上に聖なる癒しの空間を作り出し、人々の病を治す。リボンが虹になっていたり、お水モチーフの雫型のガラスアクセサリーがついていて、透明感があふれるデザインになっています。よく見るとエプロンドレスの生地が水面っぽい柄になっている。素敵。見てるだけで癒されますね。キュンです。ということで12月の重心化会紹介していきました。ラファエルの重心化会の発表にはみんな驚いたよね。また次回も深掘りしていけたらいいな。以上、竹チョリの深掘り重心化会でした。またねー。